毎週水曜日の暮らしと健康企画、元気丸ライフです。今週はすでに全国的に流行が早まっているインフルエンザについてです。まずはこちらをご覧ください。去年の県内の今の時期から冬にかけてのインフルエンザの報告数です。去年の今頃インフルエンザの報告数ゼロだったのに対して、今年去年を大きく上回るペースで増えているんです。東京では史上最速、先週木曜日21日にインフルエンザの流行注意報も発表されましたね。そうですね、県内でも学級閉鎖などが起きていて、これからさらに注意が必要になってくるだろうと予想されています。インフルエンザの予防接種についても医師に取材をしました。通常は11月から12月に始まって、そして、大体5週目ぐらいでピークを迎えて、だんだん、感染数が少なくなっていくと。年によっては1月になってからであったりとか、あるいは14年前ですかね、2009年2010年シーズンには、やはり、9月頃から、流行が開始したといったようなことがありましたけれども、本当に14年ぶりに、今年は早い流行が始まったというふうに考えられます。今年この時期にインフルエンザの患者が増えているのには主に3つ理由があるといいます。コロナの流行がありましたので、皆さんマスクであったり、あるいは手洗いであったり、それから3密を避けるといったような行動をとっていましたので、インフルエンザの流行が少ない年が2年続きました。そのことによって、個々の人々の、インフルエンザに対するその免疫を、忘れてしまっていると。そのためインフルエンザのウイルスが体内に入ると対応が遅れてかかりやすくなります。インフルエンザのウイルスを忘れている人が多ければ多いほど、流行り始めると広がりやすくなります。また今年の気温も、今年は盛岡でも連続真夏日の日数が過去最長となるなど猛暑だったため、私たちの体力が落ち、インフルエンザにかかりやすくなっていると考えられます。さらに人々の移動も関係がありました。これまで、あまり行われてなかった海外旅行によって、海外の人が日本に入ってくる、あるいは日本の人が海外に行って戻ってくるといったような形で、そのウイルスを運ぶ可能性が増えたというのも、インフルエンザが早く早期に流行している要因かもしれません。県内の予防接種も患者数の増加に合わせて時期を早めている地域もあります。今年は、盛岡市を例に挙げれば、昨年までは11月からだったんですが、10月から接種が開始するということで、1ヶ月繰り上がって開始になっております。盛岡市、宮古市、奥州市などでは来月1日から予防接種が始まります。盛岡市では65歳以上の高齢者や生後6ヶ月から中学3年生などは予防接種費用が一部助成されます。詳しい接種時期、費用に関してはお住まいの市町村にお問い合わせください。ワクチンを打つタイミングについては、コロナとそれからインフルエンザのワクチンに限っては、特に間を空けたりとかということが必要ないというふうに、なりました。ですので、同じ日にコロナのワクチンとインフルエンザのワクチンを打ってもいいですし、それから1日2日、ずれて打っても構わないというふうになっています。コロナも5類感染症になって、それからインフルエンザも5類で、両方の感染症が流行するということが危惧されることにはなりますけれども、そうではない風邪であったとしても、やはり熱が出たり喉が痛かったりといったふうな、風邪症状を出しますので、確定診断をつけることはもちろんですけれども、仮にその両方の病気でなかったとしても、お家でしっかり休んで、
病気を治してからですね、症状を治してからまたお仕事や学校に行くという必要があるというふうに考えられます。まあ、インフルエンザも含めて体を壊さないためにも引き続き基本的な感染対策が大事ですね。そうですね。手洗い、うがい、マスクの着用、そういった感染対策をすることによってもらわない、うつさないということを心がけることも大切ですね。はい、今週の元気丸ライフ、インフルエンザについてお伝えしました。